よろしくお願いします。お願いします。一応コンテンポラリーダンスを中心に活動しています、うん、振り付けしたり踊ったり、うん、舞台に出たり映像に出させてもらったりとかっていうことをしている人間です。もともとバレエと新体操をちっちゃい頃からやってて、高校からいわゆるコンテンポラリーダンスっていうものに出会ったんですけど、なんでそのバレエと新体操からコンテンポラダンスの方に行ったかっていうと、もともとバレエも新体操も両方好きだった、うん、けど途中で新体操を選んで、でもやっぱ新体操ってスポーツだから、うん、結構競技というかルールの中でやるっていうところから、なんかそうじゃなくてその中でもっと表現したいなとか、もっとなんか感情とか表現をしたいっていうふうに思って、うん、でもともとバレエも好きだったから、新体操とバレエを両方活かせるのってなんだろうって考えた時に、あ、コンテンポラリーダンスだってちょっと思って、うん、じゃあダンサーとしてとか踊りに携わってる人間として音を展示するってどういうことなんだろうっていうふうに思って、まず音を振り付けするっていうコンセプトでやってみようって思ったんですよね。私の中で振り付け論じゃないけど、なんかその私はこういう風にダンスをよく作るなみたいなのがぼやっとあって、それを音でやってみたら、そこにダンスみたいな、ダンス作品としての音とかダンス作品としての表参道の音っていうのが現れるんじゃないかなって思って作ったのが、まず思わいてサンドっていうタイトルがついてるんですけど、音の作品。やっぱりそれを展示するだけだと踊りの展示にはならなくって、音の展示で終わってしまうので、だったらじゃあ踊りってなんだろうなって考えた時に、音はもちろん踊りになるけど、私の中で踊りってやっぱり最近は結構人の体がないと踊りじゃないかもっていう風に思ってて、音が踊ってる振り付けをお客さんの体で身体化してもらいたいって思ったんですよね。だからなんかそれぞれの踊りを踊ってほしいというか、その人自身の持っているダンスっていうものを見てみたいなと思って、でもなんかそれってなんかはい踊ってくださいって言われてもやっぱり多分現れないものだと思っていて、だからちょっと音1個目の上演とは違う、ただのもうちょっとシンプルな音素材っていうところと、その AI の指示をやった後のあなたの踊りっていうので、それぞれ自由に踊ってもらいたいっていうのがあって、その人の踊りを展示するっていうことにはなってくる。お客さんの、感じ方にすごく今回は任せてしまってる。私の作品は、相手参道って、私の表参道、私の思いっていうコンセプトでやって、じゃああなたの表参道は何ですかって勝手に問わせてもらうみたいな作品なので、すごくお客さんに頼り切ってしまってるんですけど、なんかその中で結構音楽だけでも踊りかもしれないし、映像も実はあるんですけど、映像だけでも踊りかもしれないし、その振り付けをやるっていうことがそのお客さんにとっての踊りかもしれないし、自由に踊ることが、自由に動くことが私の踊りだよっていうのもその人にとっての踊りかもしれないし、実は街に出た時に、あ、なんかちょっと体軽いかもとか、表参道の景色がちょっと違って見えるとか、あ、こんな音流れてたんだとか、こんな音が聞こえてたんだっていう発見ができることが一番踊りかもしれないし、なんか、まあ、踊りって言わなくてももはやいいんですけど、なんかそれぞれにどこかしらに発見があったら私は嬉しいなと思っていて、ちょっとでも
あ、表参道ってとか、あ、自分にとって踊りってとかっていう風になんか一個考えるきっかけにでもなってもらえれたらいいなと思っています。うん。